SBC 子どもニュース、今日の担当はあやとです。楽しみながら城とを学ぶ SBC 子どもフェスタが長野市で開かれています。会場となった長野市トイードには美容師、消防士などさまざまな城と体験できるコーナーが設けられました。SBC のテレビスタジオでは実際使われているテレビカメラを操作したり、カメラに向かってニュース伝統を読んだりしていました。 SBC どどもフェスタはどじまでで、城と体験以外にも魔術ショーや認知マンダタのサイン会などさまざまなイベントが行われます。続いて天気予報、山崎真奈美がお伝えします。今日の長野県内は全域で青空が広がって穏やかな行楽日和となっています。長野地方気象台によりますと、大陸からの高気圧に覆われているため、長野県内は朝から晴れて気温も上がってきます。日中の最高気温は長野25度、松本26度、飯田 26.5 度など、各地で平年を2度ほど上回りそうです。ただこの後天気は次第に下り坂に向かい、明日は雲が広がって午後からは雨が降らすところもありそうです。以上、山崎真奈美と田辺彩太でした。お伝えしました。